すべてのポーカープレイヤーが一度は負ける相手、それをティルトという。ティルトとはシンプルに言うなら頭に血が昇った状態のことだ。人は必ず自分に負ける。この状況で目覚めるなんて奇跡だわ。あなたは全身の骨が折れて、とにかくひどい状態だったのよ。何があったか覚えてる？私はかつて私は負けた。代償は命だった。勝手に動くな、ナッシュ。準将からも言われているだろう。お前が止めに来るとはな。だが何と言われようが、シャドルをベガを放っておくことはできん。どうしたんだ、ナッシュ。お前は冷静さを失っている。一人で行っても無駄死にするだけだ。どうしても行くなら俺も。お前には家族がいるだろう。奴は俺が倒す。ナッシュ。記憶は戻っているのよね、ベガと戦った時のことは。思い出した。その後のことも。ああ、ようやく会えたな、ベガ。これはこれは、勇敢な米軍戦士のご登場。もらうぞ。貴様と我が米軍の上層部とのつながりをな。裏切られたのか。俺は、やつらは裏切ったのは上層部だけではないわ。あなたの仲間たちもベガの手の内だった。今は、現在のあなたは行方不明扱い。でも、もう死んだものと思われているわ。この世界に、あなたの居場所はないみたいね。残念だけど。そして、ベガがいよいよ世界を征服しようとしている。ベガの居場所を知っているのか？ごめんなさい。それはまだわからないの。でも、他の情報ならいくつか。協力してくれるなら全部提供するわ。興味はあるかしら？いいのよ、返事は急がないわ。そうだ、何日か外の世界を見てきたら楽しめると思うわ。久しぶりですもの。シャドウの構成員だな。ベガはどこにいる？話せ、急いでんだ。へえ、こりゃ珍しいな。えっ？怖え怖え。貴様はサイコパワーだと？子供相手に乱暴すんなよ。大人げないぜ。その力は。そんなことより自分の方を心配しろよ。あんた死んでんだろ。知らないみたいだから教えてやるけど、死体ってのは普通動いたり戦ったりはしねえ。その体、長くは持たないぜ。こんなところで油売ってる暇ないんじゃねえの。待つですよ、このガキ。今こそバイソンの。貴様もシャドルか。
様ですね。覚悟は決まった？そうだな。よかった。では始めましょうか。人は必ず自分に負ける。だが自分に勝つのも自分しかいない。今度は負けはしない。私に残されたのはこの怒り、この憎しみだけだ。ベガを倒す。そのためなら